8本余ったということは、50引く8の42本のバナナをみんなに配ったということです。はい、それでは解いていきます。42の約数は、1×42、2×21、3×14、6×7。はい、ちょっと小さくします。バナナ50本は、42足す8です。この部分を消して、1×42 で置き換えてみましょう。こちらの数字を、バナナの本数、そしてこちらの数字を、人数と考えてください。余りは8本。はい。こういうことはありえますか？ありえますね。42人いて、1本ずつ配ると、8本余ると。じゃあ今度は、この1と42を入れ替えてみますね。はい。こういうことはありえるでしょうか？ありえないですね。もし1人しかいないとすると、8本余らないですね。この1人の人が50本のバナナすべてをもらうからです。ということで、42人はあり得るけど、1人はあり得ません。次は 2×21 に注目。2本 ×21 人としてみます。こういうことはあり得るでしょうか？ありえますね。この8本を、この21人で、平等に分けることはできませんね。まあ、バナナを、もし包丁で切っていいのなら、分けられますが、今はそれは考えません。包丁とかは使いません。じゃあ、今度は、入れ替えてみますね。もし2人だとしたら、21本ずつ配って8本余るでしょうか？この8本をこの2人の人たちに4本ずつ配ることができますね。だからこういうことはないです。はい、ということで今のところ42人と21人が見つかりました。はい、次は 3×14 に注目。3本かける14人。これはあり得ますね。はい、今度は入れ替えてみますね。もし3人いるとしたら、この余りの8本をさらに分けることができる。8というのは2たす2たす2たす2なので、この3人の人たちにさらに2本ずつ配れますよね。だから余りは8じゃなくて2本になるはずなんです。はい、従って3人はありえません。はい、ラスト 6×7 を検討します。6本 ×7 人。こういうこともありえません。この8本を、まあ、この7人の人たちでさらに分けることができます。8というのは1たす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 1なので、ここにあるバナナを1本ずつこの人たちに配ることができる。1本だけ余るはずなんですね。はい、従ってアウトですね。今度は入れ替えてみますね。こういうことはあり得るでしょうか？ないですね。8というのは6たす2なので、この6本から1本ずつ配れる。余りは2本だけになるはずです。したがってこれもありえない。はい、答えは42人、21人、14人です。